こんにちは、よぴしゃんです。今回はお餅を使わないあんこ餅の作り方を紹介します。お餅の元となる材料として、一つは片栗粉、もう一つは大葉粉、サイリウムっていうものを使って、この2種類のお餅を作ってみました。どのような味の変化があるのかもお伝えできればなと思います。
ただきます。片栗粉の方から。おちょいもちって感じ。いただきます。滑らかなこしあんって感じがする。お餅にしたい人はもうちょっと片栗粉入れた方がいいかもしれない。でもめっちゃ美味しい。私こしあんがめっちゃ好きなんで、これかなり美味しいです。じゃあ次こっち、これ大箱の方。こっちはねめっちゃもちもち。逆に大箱入れすぎたかなっていうぐらいもちもちしてる。いただきます。うん、もちや。いや、こんなもん入れてよかったかも。めっちゃ美味しい。やっぱ大箱は弾力がめっちゃあるんで、餅にめっちゃ近いのと、あと噛み応えがあるから、やっぱダイエット向きにはこっちかなって思うんですけど、こっちの方が美味しいっちゃ美味しいか。いや、こっちも美味しいんですけど、こっちの方がなんか滑らかで、私はこの滑らかさが結構好きやなと思いました。あと片栗粉で作ってるから、でんぷんが噛めば噛むほど甘くなるから、やっぱこう片栗粉で作る方も美味しいなって思ったけど、やっぱダイエット向けにはこっちで作った方がいいのかなっていう風に思いました。ただ大箱が家にない人結構多いと思うので、そういう方はこっちでも十分いいのかなっていう風に思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。